一つ山レーシングは日本のレーシングチーム、オーナーは一つ山みきお。以前は兄弟でステアリングを握っていたが、現在ではプロドライバーを起用し、スーパー GT をはじめとしたシリーズに参戦している。1990年より全日本ツーリングカー選手権への参戦より活動を開始、BMWM3 でクラス2に参戦していた。1994年からは、 引き続き全日本ツーリングカー選手権に BMW318i で参戦していた。1996年より全日本 GT 選手権に参戦。当初は GT300 クラスに BMWM3 で参戦していたが、2000年からは GT500 クラスにステップアップしマクラーレンカイ GTR で参戦。2004年からは同じく GT500 クラスに フェラーリ550マラネロで参戦した。また、2002年と2003年の途中まではオーナーである、一津山兄弟が、再度 GT300 クラスに、BMWM3 で参戦し、2005年に、リニューアルオープンした、富士スピードウェイを、2003年以来2年ぶりに、マクラーレンか 1GTR が登場した。しかし、この年限りで、スーパー GT から撤退を表明した。 2006年以降は、同年スタートした全日本スポーツカー、耐久選手権にもエントリーの意思を、いち早く表明した。マシンは前年まで、スーパー GT で走らせた、LMGT1 クラスのフェラーリ550マラネロと、LMP1 クラスのザイテックレーゴ S である。ザイテックは、当初から速さを持っていたため、前線でポールポジション獲得したが、 信頼性に乏しく決勝はまともに走ることができず、不完全燃焼に終わった。それに対し、フェラーリの方は2年間スーパー GT に参戦し、信頼性の確保ができていたことなどから、最初の2戦では総合優勝を成し遂げた。最終戦は、ルマンに参戦した、マシンそのものを出したランボルギーニムルシエラゴの速さに、追いつけず、またトラブルもあり完全優勝は成し遂げられなかったが、 完走し、GT1 クラス初代を王者に輝いた。2007年も同シリーズに参戦し、これまで同理在テックとフェラーリを走らせる一方で、新たに LMGT2 クラスにポルシェ911を投入した。この年は在テックの信頼性が大幅に向上し、開幕から連勝してライバルの無念、クラージュを下し、最終戦を待たずにしてタイトルを獲得した。 また、昨年のチャンピオンのフェラーリも台数が少なく、実質像クラスのライバルが不在という中であり、こちらも最終戦を待たずに2年連続タイトルを決めた。しかし、同シリーズはこの年限りで終演となった。2009年に2年間チーム活動を休止を経て、再びスーパー GT に参戦することになった。マシンは、アストン・マーティン d b r 9を使用し、ドライバーは、 鈴木明あと土屋武けが担当する。この参戦目的は、同年岡山国際サーキットで行われる、アジアンルマンシリーズでの LMGET1 クラス、優勝であるためのテストの意味合いが強く、エアリストリクター小道と最低車両重量は2009年ルマン24時間レースのレギュレーションに沿っている。RD1 岡山、RD3、7富士スピードウェイに参戦した。 スーパー GT においては、ポイントを得ることができなかったが、アジアンルマンシリーズでは、第2レースで優勝し、シリーズ2位になった。2012年、スーパー GT の GT300 クラスに再び参戦、することを発表した。マシンは、スーパー耐久の ST、X クラスや GT アジア、イルムシーズーハ戦闘で用いられた、アウディアール 8LMS であり、またドライバーには、 GT 初の女性ドライバーとして、スイス出身のシンディ・アレマンを起用することとなっている。2014年には、アウディジャパンともパートナー契約を結び、ドイツのアウディスポーツからのバックアップを受けることになり、これに伴いチーム名が、アウディチーム一つ山となった。二千十六年には、シーズン途中からパフォーマンスが上向き、g t 三百シリーズランキング三位、f i a g t 三車両では、 ランキングトップを獲得した。2019年からは、新カテゴリーの TCR ジャパンシリーズへも参戦を開始し、2台のアウディ RS3LMS を走らせている。スーパー GT がプロを起用した活動であるのに対して、TCR ジャパンシリーズへの参戦はカスタマーをメインとした活動となっている。また、もっと多くの人に気軽に安全に、モータースポーツに参加してほしい。 というチームの方針により、アウディ A1 ファンカップを自社で独自開発している。この車両は、アウディ A1 のロードカーの姿を残しながらも、ロールケージやバケットシート、シートベルト、消火器などを装備することで、ジャフ規定に合致した内容となっている。一方でエンジンはほぼノーマル、そしてトランスミッションも、アウディ純正エストロニックのままとすることで、 AT 限定免許でもドライブすることができる。2019年は JAF 公式戦の富士チャンピオンレースで年間4戦のレースが開催されていて10代前後の A1 ファンカップがレンタル方式で走っている。これはアライブドライブパッケージと呼ばれるレンタルシステムで参加者はヘルメット一つでサーキットへ出向くだけで煩わしい手続きやマシンのメンテナンス。 パーツ手配、陸装など、すべてを事務局が代行してくれるというシステム。これにより、レース初心者やビジネスマン、自分のマシンを所有するところまでは、手の届かないドライバーでも、簡単に参戦できるようにシステムが整えられている。それ以外にも、このアウディエイチファンカップは、耐久イベントや、複数台貸し切りレンタル、遠征レンタルなど、気軽にレンタルできるがゆえに、 様々な方法で活用されている。ありがとうございます。